はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8では続きをやっていきましょう。とりあえず前方に見える海賊船ですね、あそこまで行きましょう。これは取っていって、こういうデカブツはもう鹿としていこう。でここら辺のやつは一応ぶっ倒して、軽く回収できるやつは回収しながら先へ進むと、座礁してるなっていうか、ロケーションかよ船の墓場、まあ確かにね、船が大量に沈没してるからね。これはロムン憲兵長将みたいなの手に入れたの、ていうかどこ、あこっち側か。おお、危ない危ない危ない、こういうでかいのはもう相手にしてらんないからね。で上登っていったんだよね前回は。でこっちに行けるのか、なるほど、地図的にも多分こっちだよね。でなんかここに入っていくのか、明かりを灯さないといけないかな、そうすると。あそうでもないか、東の海岸洞窟、クリオネみたいなのもいる。価値がありそうだ。また強くなったぜ。あれ、段差があったか。とりあえず先へ進みますか。前方に鉱石あり。うわ、またでっけえのがいるな。ガード、マジかめちゃくちゃガードされてんだけど、誰これ。落車じゃないよな、事故ったか。てか上のあれを狙わないといけないのか、こいつめんどくせえな。とりあえずブレイクしてもらわないと。よし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 、いける。空いてればこっちでもいけるか。よーし、オッケー。ちょっとめんどくさいな。ただ金剛柄みたいな手に入れたな、結構貴重そうだ。こんなとこまでぶちまけたのか。ん、あーそこに幽霊船が見えるね。幽霊船までどうやって行くの、歩いて行けんの。まあ、幽霊船っていうか多分船は別に幽霊じゃないよね、古くなった船だと思うんだけど。そこら辺の定義がよくわかんないんで、幽霊船って言ってもさ、一回船が粉々になくなって復活して幽霊になったってわけじゃないと思うんだよね別に。だいたいさ、船が幽霊だったらさ、人間触れなくねっていう。なんか左側も行けそう。あれ、浮きしまいだした。買ったそこだな、これはまた。強敵だ。強敵。気をつけろ。いやでも。あれだな、硬いわけじゃないのか。ほら、ゴリ押せ。よし、成長したよ。
もはや何の戦いのセンスも感じないな。ただゴリ押す。で、こっちの方とか宝箱のマークがあるね。輝くネーキがいっぱいある。完熟マンゴーか。ま、戦闘不能には役立つからね。輝く派、奇妙な塊。これ上もいけるね。うわ、また硬いやつやる。難しいな。よし、OK。最初よりは全然楽勝に倒せたな。そしてなんか貴重そうな骨を手に入れた。これ下からでも上からでもどっちからでもいけるっていうパターン。あ、下にむしろ宝箱がある。知らんな。とにかくこいつが幽霊船の正体だったってわけか。とてもじゃないがボロボロで脱出には使えそうにねえぜ。でも昨日はちゃんと海に浮かんでいたはずだよね。そりゃ確かにな。こんな状態で一体どうやって。いや、それよりも誰がこいつを動かしていたんだ。うん、もう中を調べよう。そりゃ本気も本気。え、入れないの。こっからではいけないか。とりあえずここら辺を当たるか。あの宝箱取りたいよね。下に降りてここか。公開日誌1。なんで宝箱に入ってんの。宝箱の中には古びた1枚の紙切れが収められている。とにかく読んでみようと。アルタスの港を出て3日目。エレフセリア号の航海は順調だ。もう間もなくすると忌まわしき精錬島が洋上に姿を現す。俺はこれからかの島に上陸し、そして無事帰還しなければならない。そう、すべては奴らを再び日の光が降り注ぐ場所へ解き放つため、キャプテンリードの名にかけて成し遂げなければならぬことなのだ。キャプテンリードだとって、めっちゃビビってんだけど。知ってるも何も。悪名高き海賊。100年ほど前か。
ああ海軍に捕まったんだ。お、地震だ。お、船が動くか。おお。どういう原理だ。まあ幽霊船だからそういうのはお構いなしか。まあ罠かもしれないけど行こう。慎重にっていうか普通に突っ込むけどね。これって壊せる？壊せるね。何も入ってねえし。どっから入るの？ここはいけないか。上から入れってことか。死んでんのか。骸骨になって襲ってきそうだな。こいつはどうやら海賊船であることに間違いはなさそうだな。もしかして今まで島で見てきた亡骸はこの船の方たちだったのでしょうか。その可能性は高いかもしれん。まさか本当にキャプテン・リードがここへ。アドル、嫌な予感がするぜ。やっぱわしはここで退散させて。出航か。出航を知らせる戦車だと。ああ、出発してしまった。閉じ込められちゃったね。もしかして船出発するのか。そんな一体誰が船を。アドル、あれは。おお、骸骨兵。目ん玉ないけど見えんのこいつら。何を見てるの。見えないだろどう考えても。いやいやいや、だから見えないだろ。目ん玉ないんだからさ。おお、出発した。青白い炎をまとって。この炎は別に害はないのかな。海賊船エレフセリア号。一体何が起きているのです。見ての通りだとか。わからん。今から確認しよう。わかりました。覚悟を決めるしかないようですね。現実離れしているというなら古代種も似たようなものだろう。
私の存在もそうかもね。それにしても海賊の人たち死んでるのに仕事熱心だな。ああ、全くもって見事な働きぶり。見習いたいものだ。お前さんたち、この状況でよく落ち着いていられるもんだな。わしもジョーちゃんもこの数分で一生分ちびりまくった気分だぜ。そこに私を入れないでください。さて、とりあえずじゃあ行けそうなところから行くか。ちょっと上の方を見ていこう。あ、ここも部屋だね。固く閉ざされている。上の環境的なところには行けない。ここは行ける。まあ船だからね、結構でかそうな船だからね。何？正気か何かか。あ、ここに回復ポイントがある。ここは行けないのか。あれには突っ込んでいけないんだね。宝箱はなんかこっちの方に見えるけど、下側かな。お、いる、骸骨くん。いいものを手に入れたね。あ、こいつらに復活する系か。なるほど、スタートしよう。こっちには樽がある。感術ここやし、海賊のものなんて奪って大丈夫だよね。俺様が有効活用してやろう。それじゃ倒して経験値になってるから。でっかいってやるな。なんだあいつ。戦闘開始してる。これは倒せるのか。これ倒したっぽいな。あ、復活はしてこないね、消えたから。公開日誌に、なぜいちいち宝箱に入れているんだ。なんでさ、日誌の続きを一枚一枚さバラしてんの。セイレントへ到着する前にある一つの真実をここに書き記す。多頭会の収録が焼き打ちにされ、男だけなく女子供を含む多くの住民たちが犠牲となった件だ。世間ではキャプテンリロコとこの俺が死亡者ということになっているが、事実は大いに異なる。エレフセリアの船長はこの俺も含め奴隷貿易の被害者が大半を占めていた。そんな俺たち奴隷ごときが奴隷解放を掲げて旗揚げしたことを、なんていうの、多頭海の住民は、これちょっとどれで、あ、オートを解除するんだかわからん。
なるほど、はめられたのかこいつらは。歪み切った正義の軍門に下るならこの上ない屈辱であり、馬のクソにまみれる方が何百倍も増してもんだ。しかし多頭界の奴らにこれ以上迷惑をかけるわけにもいかない。考えた末に俺は海軍本部に出頭することにした。日誌はここで終わっている。そうか、そういうことかって。エレフセリア語、グリークで解放を意味する言行けるようになったか。もうちょっとこっちもあるからね、ちょっと探索をしてみよう。宝箱ゲット。キングパンプキン、めっちゃ出て腐ってるよこんなさ、100年も前のキングパンプキンなんて。食物はもう絶対怪しいって。あ、敵対渡航とかね、どれくらい持つんだろうね。でこっちに行けるようになったのか。中の相手をしてもキリがない。お、もう3手に入れた。囚われの身となった俺のもとに見慣れないヒゲ豚野郎が訪ねてきた。海軍が豚を飼っていたとは初耳だが、大佐という名前のとても偉い豚らしい。プンプンに似合うほどうさんくさい豚は俺と取引がしたいと生意気にも人の言葉で囁いてきた。奴は誰も近づくことができないある島をこの俺に調査しろという、そう言わずと知れた清廉島のことだ。島を調査して帰還すればありがたいことに捕まっている部下どもを解放してくれるらしい。約束を守る相手かどうか顔を見ればわかるが俺様の特技だ。あんな醜悪な面したクソったりな豚野郎が約束を守るわけがねえ。だが断ろうなら即刻部下たちは縛り組となっちまうそうだ。この世はやはりイカれちまってる。人らしくありたい、そう願った俺が豚の言いなりとなり、こうして清廉島の前にいるのだから。結局でもこっからは帰れなかったのか。おお、伝統と秩序ある組織、その闇の部分だな。
回わりかし早くあれだったかな、手に入れたかな。もうちょっと部屋を探索して、あ、でももともとこの先だったのかな、行けなかったのは。押し突っ込むぜ。うわ、またでかいやつがいる。おお、また宝箱。わりかし早いね。レシピ帳、海賊飯、ちげえし。あれ、どこ、マジ騙されたんだけど、どこに行けるようになった。あ、こっちか。でまた下に降りて、こいつらは多分倒せるよね。骸骨が多分倒せないんだよな。でここに宝箱、まあ、まずは宝箱をゲットしていこう。敵対とこう。この下にはいける？ちょっと上の方を見ていこう。お、これはアイアンナックルクイーントマトの種。いや、だから種とか腐ってるから絶対。どっちだ、こっち行ってみるか。お、でこれは普通の宝箱。完熟マンゴーとかだ完熟しすぎだろ、もうどう考えても。あ、じゃあこいつはあれだ、シカト用だ。甘い妙薬ん、これで宝箱公開にしよう。巨大な触手の化け物を振り切り島に上陸した俺たちは調査を開始した。今回エレフセリアの船員はあろうことか馬のションベン以下のならず者どもばかりだ。海軍がよこした連中は全員囚人であり、中には全くのど素人まで混じってやがる。確かにまともな船乗りが清廉島の調査というバカげた話に乗るはずもないが、行かれた状況であることには違いねえ。先ほども俺から船を奪ってとんざらしようと画策したボンクラを海に叩き落としてやったところだ。この手の反乱が絶えない上に、島にはこれまで見たことない異形の獣どもがのさばっていやがる。調査はなんとか進んでいるが、ここへ来てから体調も思わしくなく、熱っぽくて気だるい状態が続いている。俺らしくもないが、さすがに今回は分が悪いかもしれない。これを書き終えたら少し休むとしよう。ここまでか。これはどこだ。おお、なんだ、何が出てきてる。扉開いたみたい。サハドはもうやる気満々だな。ん、どっちから来てどっちへ行けばいいか。あれ、下のところとかもなんか行けそうな感じだったけどね。キングパンプキンキングパンプキン好きだね。離礁石、これは海賊のメモ6。キャプテンの指示で島の調査を進めている。おかげでまだ死なずに済んでいるようだ。だが俺たちは本当に生きて島を出られるのかわからねえ。ただ俺はキャプテンについていくと決めた。この先に救いがあると信じて。怖っ、ダメだったか。そうするとちょっとボスっぽい。一回セーブをしましょう。いったー、はい、よし、いたいたいたい。だからもう落車が開けたし。
あ、それでここに出てきてんのか。動かせないね。あれ、逆側に出てきただけ、単に。あれ、ここは。おいおい、甲板に戻ってきちまったみたいだな。一体どうなってやがる。いや、一周してきただけだよ、ただ下をくぐって。こいつはピラティスマニア、アニマか。この名前は誰が決めてるんだろう。でしょうか。みんな気をつけよう。今までの敵とは勝手が違うよ。え、骸骨だけど倒せんの。こいつの腕、まさか。え、腕が何、どうしたの。どっから。行った方がいいのかね。とりあえず最初に使っておこう。これはで、あと終盤に身を使い使えればいいんだけど、めっちゃゴリ押してやっていくけど、それとなんか別、あ、なんか海賊くんがいるな。これなんか別にこのままいけそうだな。無駄無駄無駄。マジ全く何の脅威もなく倒したな。リコッタ頑張ってる。お、粘石を手に入れた。なぜ宝箱が出てくるんだ。とりあえず開けよう。公開認識その後も俺の症状は悪化する一方だった。どうやらこの地特有の熱病を患っちまったようだ。情報では俺の家族は追ってから逃れてゲーテ海の小さな島に身を寄せたらしい。しかしあいつらは、エレフセリアの部下たちは今も俺の帰還を待っているはずだ。もっともすでに処刑されちまってお堕物かもしれねえが、少しでも可能性が残っている限り俺はあいつらの元を目指すつもりだ。それと島んで共に過ごすバカどもにも俺を慕う物好きな奴らが現れた。奴らと島を脱出するためにもここで終わるわけにはいかねえ。クソったりな俺だが、諦めの悪さでは誰にも負けねえ。たとえこの身が朽ちたとしても。なるほど、それで怨念として残っているのか。もう一枚ページがある。セイレン島周辺の海図じゃねえか。おお、ありがたい。これは有効活用させてもらおう。俺には無用の長物になっちまったみたいだからな。
せいぜいてめえらが役立ててくれや。いいやつじゃないかこいつは。幽霊って、その腕、あんたまさか。坊よ、俺はかつてキャプテン・リードと呼ばれた男だ。キャプテン・リード、海軍に利用された挙句のたれ死んだ。クソったるな海賊さ。本人なのか。死んだって、それじゃてめえらも日誌である程度事情は分かってるだろう。いろいろと無念を抱え込んだまま真剣な熱病でくたばっちまってな。未練のあまり魂が自我を失ったまま現世をさまよってたってところが、このエルフセリアと共にな。そんなことが。だがてめえらがきつい灸を据えてくれて自分を取り戻せた。改めて礼を言わせてもらうぜ。うん、大したことはしてない。おお、オケアナスの回遊経路まで書いてある。なるほど、それでオケアナスの場所がわかるんだな。クレテ島の人間。一応ちゃんと動かせるんだね、自由に、ある程度は。これすごい仕組みだよね。お、成仏するか。どうやら時間未定だな。キャプテンリード、これなのか。
残念ながらそのようだ。おい、漁師。おお、なんだよ。その海図があるからって、くれぐれも油断するんじゃねえぞ。あの世で再会なんてことにならねえよ。せいぜい気張るんだな。わかったぜ。アドルと言ったな。うすうす気づいていると思うが、この島は妙な獣どもや遺跡の他にもとてつもない何かが眠っている。俺はそれにたどり着けなかったが、てめえはやってくれそうな気がするぜ。なかなか面白そうな連れが一緒にいるみたいだしな。どうか安らかに眠ってくれ。さて、俺は地獄行きだから安らかに眠れるかどうか。てめえらとは時代こそ違うが、この島から脱出を試みた、どう知り違いねえ。まあ、歯食いしばってなんとか生き抜いてみせるが。それじゃあ、沈んでいく。じゃあというところで、海賊船のイベントが終わりましたので、今回はこれで終了したいと思います。次回はまた漂流村に戻って、イベントの方を進めていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。